オーランドは GM が製造、シボレーブランドで販売している自動車である。2008年のモンディアルドロートモビルと2009年の北米国際オートショーでコンセプトモデルとして発表された。2010年のモンディアルドロートモビルで量産型が発表された。生産は同年10月からスタートされ、同年末から2011年初頭より欧州全域を皮切りに順次。 発売。韓国市場においても韓国 GM を介して2011年3月より発売が開始された。また、2012年12月13日より、マレーシアにおいてもナザの参加、ナザクエストから同盟で発売を開始。1.8リットルのみで韓国からの輸入となる。2013年登場の2014モデルにおいては、ドアミラー内蔵のターンレンズが採用され、 新色と18インチアルミホイールも設定された。2018年、韓国において、キャプティバと共に廃止され、両社の統合後継者として、エクイノックスが導入されることとなった。クルーズのプラットフォームをベースとし、141PS の1.8リットルガソリンエンジンもしくは、出力特性の異なる2種の2.0リットルディーゼルエンジン、140、 PS の2.0リットル LPG を搭載。なお韓国仕様については 163PS のディーゼルと2.0リットルの LPG のみを設定している。ルーフラインを低く設計しながらも後席に行くに従って座面が高くなる3列シートレイアウトを採用したことでリアシートに人が乗車しても視界を十分に確保している。また多彩なシートアレンジを可能としたことで たくさんの荷物をすっぽり収めることも可能としている。インテリアには多くの収納スペースが用意されており、センターコンソールやドアトリム、リアカーゴエリアのみならず、ルーフにも用意。オーディオリメインにも収納エリアが設けられ、運転席からも助手席からも手が届くようになっている。2018年販売を開始した。製造は上海 GM が担当する。 シボレーオーランド発表。月間販売200台見込むマレーシア。カービュー。http コロンスラッシュスラッシュ www.carviw.co.jp スラッシュニューススラッシュ2スラッシュ178041スラッシュ c h e v r o l e t o r l a n d o 主韓国人への公式サイト。ありがとうございます。